です2020年5月の20日そういうことですね <laughs>、うん、それだけ言ってもしょうかねなんかちょっと日付言う癖がついてますけどさあ本日コメント返しでございますね水曜日の夜ですけどえっ、ー、と今日は3つの動画、えー、コメントくれた方々にお返ししていく質問もありましてそれもしっかりお答えしていこうということで内容を最初に説明していきましょう えっと、上村、鈴木、岡井、岡村、関連レスみたいなあ。僕が動画撮ってるんですけど、そこに結構質問が来てて、この内容をお答えしていきます。メンバーの様々が多いです。特に強いのは、岡井ちゃん。あと、ダンバラ、ルル系。あと、曲ね。曲への解説を求められたものに関して、これはもう、モーニング娘。の心＆体。でこれも解説お答えします。 それで、えーと、ボカロとかね、他のおそらくこれ、イベントやってるジャンルの方なんですけれども、の現在までの結構、歴史ですよね、の見方とか、今後の近未来予測みたいなのを質問いただいてるんで、これもお読みしてお返しする、そんな内容になりますね。 で、あとはハロードリー昨日のハロードリーに関してコメントくれた方それと室田瑞希ちゃんのね、えー、とずいぶん前に僕が卒業の時に撮った動画にコメントくれたのがこの23日の間にありましたんでそちらもお返ししていこうというような感じで進行していきたいと思います国尾チャンネルのコメント返し動画はいつもですけども歴史背景であったりそこに対する、まあ、現在の見方カルチャーとかですよねの引用そしてまあ何よりもラジオ的な進行というところを心がけているところがありこれだけ聞いてくれても今までの動画 動画全く見ななかったとしししてても楽しめるような作りりそこを志しておりま,すまあそんな感じなのでチャンネル登録の方はぜひもう1000人を目指しておりますもう皆さんの力がなければ到達しませんなので、えっと、そちらの方を叶えていただくことができながらだと嬉しいのでお付き合いいただければと思いますでは早速いっちゃいましょうじゃあまずはなんですけれどもこのコメント返し動画にくれた方々にお返ししていくような感じにします、えー、お読みします明日おやすみさん えー、ダンバラさんは結果からするとベストなデビューだったと思いますが最近ファンになった人間からすると研修期間が4年だったことに驚いていますすでに出尽くした話ではないかと思いますがクニオさんの視線での話を聞かせてもらえませんか研修1年目の動画を見ても4年熟成しておいた理由がわかりません <laughs> ファンの引き目ながら歌唱力やダンスならドラフト1巡目にし選択される選手だと思います 事務所がすぐに入団後にじたすぐに1軍で使わず2軍で鍛えながら1軍に上がるのを待っていた状態なのか前田健太がカープに入団した時と同様ですかねでも段原さんならいきなり1軍でも結果を残したかもしれませんよね大卒ですが上原浩二の入団1年目はすごかったですねということですありがとうございますまあこれ何が言いたいかを要約すると段原 あのデビューが遅かったろとどういうことなんじゃいということですよねでそれで説明僕が僕どういう視線だったかってことをお答えすればいいってことだと思いますありがとうございますあと野球の答えも答えだって例えもありがとうございます、えー、とじゃあまずこれダンバラ論行きますかもうこれ過去に何度かこのデビューの時期とかっていうことを僕取り上げて話した気がするんですけど2つ大きな理由があります一つは技術レベルは関係なくタイミング タイミングなんです。で、このタイミングってこと。これ、これ、タイミングは何にかかってるかっていうと、構造です。なので、構造とタイミング、この二つにものすごく依存しているのが、僕は研修生のメジャーデビューっていうことだと思ってます。じゃあ、ダンバラの場合、どうだったかっていうのを振り返ってみましょうよ。まず、2014年がどういう年だったかというと、彼女は、タイミングというところで年齢ですよね。年齢っていうのも非常に重要だったりするんですけど、2015年に結構ハローって、 いろんんなやつらデビュー前出ししてですよでその時にじゃあ具体的に言うとカントリーガールズに必要だったかどうかってことなんですよねあのメンツ思い出してみてみくださいダンバラの歌唱力いらないんすよ <laughs> うまかったとしてもその時に構造カントリーガールズっていう構造を作る時に「ダンバラルル」っていう一つのピース「パイ」がはまらなかったんですよねもう僕それだけだったと思いますで船木は考えたと思う ですから後にカントリーガールズに入ってるんだけれどもそれはタイミングっていうところで船木じゃなかったんですよ。だってあそこであのタイミングでダンバラルルの方を外して船木を出すってアンバランスじゃないですかそういうことなんです。なのでこれダンバラに関してはその2014年代表例15年16年っていうのはルル自身も模索しているところがあったんですけどこれもうーん。 タイミンググループの中でどこって言ったらなかったんですよ。これもう振り返ってみると全部答え出てますよであのじゃあ17年のジュース・ジュースがどうだったかって言ったらそれハマってるじゃないですかだから僕はもうこれ歴史っていうのは後から俯瞰して見てしまえば分かるんですけど2017年「ダンブラ・ルール・ジュース・ジュース」入りがジュース・ジュースのためにも良かったし他のグループとかっていうことを考える上でも。 ベストチャンス、ベストタイミングだった。うん、僕はハローのやつらが遅い早い喋ってる人、よく言いますけど、僕結構考え抜かれたいい人事してるって思ってるタイプですよ。何個かミスはありますよ、もちろん。で、今回はもうダンバラの話だと思うんで、ミスの話はしなくていいと思うんですけど、確率8割以上は取れてます。取れてると思います。ジャッジという面では。うん。もう足られればもちろんあります。そういう話、興味あったらしますけど、 あんまりそれって今から話してもいいほうにいかないからあん僕から積極的に取り上げることはないかなとは思いますけどね。で、この野球選手、一応言っておくと前剣の話の場合だったら前剣はまさに構造とかタイミングの段階でカープではあそこがやりやすかったと思うで上原も同じ。と同時期に松坂がいたと思うけど松坂っていうところはジャイアンツは取りに行かなかっただろうから。 上原はあの時に即戦力のあの年齢がいることによってもう、まあ、うまくできてんですよ後でしんのすけっていうのをうまくすっごい年齢近いところで指定関係作れたりするしうんなんかタイミングも含めてですけど本当に構造によるタイミングっていうのはこれは野球でもハローでも全部言えることなのでこの2つというところに依存してるっていうふうな回答でいいんじゃないかなと思いますありがとうございましたじゃあ続いていきましょうえー、っと 明,明日…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 お休み…同じ…人じ,じゃない。ありがとうございます。<laughs> じゃあ回答します。<laughs> ハロプロの楽曲を聴くきっかけはモーニング娘。の心体です。これは全く興味のなかった。自分が誰とも知らずに聞いて、この曲すごいな。これアイドルにやらせるのこれシングルで授業あるのもちろん当時はアイドルに対しての偏見がありました。 テクノをメインで聴いている期間は短かったのですが今でもデリック・メイだけは好きで聴いています今のテクノの流行りはわかりませんがこの曲の感想を聞いてみたいです国王さんがするべきことではないかもしれませんがお願いしますいえいえ名前噛んですみませんでした、えー、お答えします これね僕が多分前の前の動画で「心体が今モーニング娘。」だったら聴くべきっていうふうに言った一曲に挙げたのでそれにあのコメントくれたんだと思うんですけど理由もう少しそして解説というところで深掘りしていきましょうかこの曲何が重要かというと「モーニング娘。」の物語の中で意外とちゃんとつながってる曲っていうことです一、えー、つこの前に聞いてこの心「心体」の前に前後で聞いてみてほしい曲一曲をご紹介しましょう 「モーニング娘。で」で歴史をーかごめんワンフォーになるのかな。で「1ォ4の時代にすでにこの路線っていうのはスタートしてるんですけどすごくラジカルというかあのラジオでいうと AM の音を聴いてるようなイメージそれが今ガンガンハイレゾーで鳴ってるっていうのが心体ですよ。 でこの6年ぐらいのいわゆるエレクトリックのジャンルの歴史っていうのの進化もあると思うしあのトレンドっていうのもあると思うんだけど僕はそこを論ずるんじゃなく「モーニング娘。」っていう軸で話した場合にここの歴史時間軸を考えていくと「あモーニングの曲」そしてダンスとしての見せ方あとツンク作曲っていうところですよねこれ1個線でつながります。ツンクさんの作曲アレンジ様々つながってる素晴らしいところっていうのは。 同じフレーズ同じメロディーでも同じ役回りとか同じアレンジでは絶対やらないの1番と2番でもでその音楽的な物語もものすごく楽しめるで誰を配置したかこれもすごく重要だったりするんでこれは僕も聴けば聴くほど見れば見るほどあと後の前後の作品であったりっていうところで途中からは勝手な読みかもしれないけどねあの深みがあるというところは確認済みなので。 僕の変な先入観ではなくこの話を聞いてどういうふうに思ったかっていうことの方が興味があるそんな感じですでそんな風な形でコミュニケーションをとるようなチャンネルにしていきたいということなのでこの曲の解説は今日はここまでにしましょうありがとうございます引き続きよろしくお願いしますじゃあ続いて参いりましょうえっ、ー、と 33YUK さんありがとうございますそれより次の新曲いつ出るんだろう例の件で調整できるのかな ある程度収まらないと制作できないのかなこのつぶやきのようなありがとうございますうんとこれは多分次の新曲って誰のかわかんないけど全体でしょうねうーリリースする意味というのが大きく3つないとやるやりたくないはずなんですねこれが回答だと思うんですけど一つはリリースイベントができるかできないか もう1つはプロモーションというところがしっかり価値のある形でできるかできないかで3つ目というところはもうメンバー全員というところで今集まってこの曲,曲コンセプトでこういうようなクオリティ目指すよみたいな瞬間っていうのがほとんど作れないはずなんですよ。ということは成長につながる曲にならないということだと思うんですよね。こでこのリスクを超えてまで制作するかどうかといったら僕は答えは NO だと思ってるんで今計画されてるものというのは止めてるはずです。 これは番組もしっかりですし、ラジオ番組以外はほとんど、うーん、予定通りのプログラムというのは遂行してないはずです。というのが多分、うん、我々はもう少し様子見なきゃいけないなということなので、つぶやきに対してつぶやき返しでお答えしました。<laughs> 引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ続いて参りましょう。えー、っと、これは長文でしたね。有栖川さん。いつもありがとうございます。えー、困らせる名前ですいません。いえいえ、特に正しい読み方とか決めていないので、実をで大丈夫です。 アイス側実相さんありがとうございます <laughs>、えー。次行きましょう。カードの件、ジョジョ軍団さんの件、コメ返しありがとうございます。別動画に関するコメントで申し訳ないんですが、ベイメタサイアのコメ編動画を見ていて、海外戦略についてアニソンを絡めた話を聞いて思ったことがありますので、3点質問させてください。一 2018年にニューヨークで開催しましたアニソンワールド祭り、えー、あとアニメ、y あ、ニューヨークシティ2018で日本から著名なアニソンシンガーが呼ばれている中、モーニング娘。ワンエイトが呼ばれた流て何だったんでしょうか。2017年の出演者がラブライブの、うん、これ知らねえや、アキュアスっていうの。 アイマスのシンデレラガールズ WG u、G、マクロスデルタのワルキューレだったことから2018年の出演者のアイドル枠的なポジションだったんでしょうか、えー、全部1回読みますね、えー、日本初の音楽が欧米で受けている話でよく名前が挙がるパフュームですが日本海外で話題になったのと同時期に初音ミクもブームになっている記憶がありますその中でライブチューンの KZ が発表したこれ数なんだろうね ボカロ楽曲は Perfume と同じくオートチューンを使ってケロケロさせたハイトーンボーカルで当時初めて聴く人にとってはとても新鮮だったのではないでしょうかもともと海外でも日本のアニメは人気でしたが初音ミクや YouTube などの動画サイトが立ち上がり始めたのをきっかけに日本のサブカルチャーが爆発的に世界に広がっていたように見えました 今ではアニメ好きな人、声優好きな人、アニメソングが好きな人など、日本人と同じように同じアニオタでも趣味が多様化、細分化してきたように思います。話を戻しまして、2010年頃の EDM が流行っていた時、えー、スキルス、うん、スキル X? のボーカルチョップ的手法が話題になったと思ったら、Perfume を、ね、A のイントロで取り入れたりして、最先端を言ってましたよね。モーニング娘。は2013年の愛の軍団とかですかね。そういったところが当時の新日で、EDM 好きな音楽好きに支持されたのかなと思いました。 さらに今では中田康隆サウンドで歌い踊る絆愛という VTuber が世界的にも人気となっております。話をまとめますと、当時音楽的に近しいところにあった中田サウンドとアニメカルチャーも今の細分化、多様化し、その軸どの視点で 見て語るかで全然違うなと思いましたぜひ国尾さんから見たアニメカルチャー、VTuber 含むと軸、クラブカルチャー軸で見たパフュームや日本のアニソンの歴史的背景の解説や意見をお聞かせいただけたら嬉しいです。3、海外に進出していくアーティストジャンルについて2と連関連するのですが、メジャーではないのですが、日本では2000年後期くらいからボカロ以外にも、 マルチネなどさまざまなインターネットミュージックが流行っており同時期に電波組みインクをなどを運営されるディアステージという事務所が秋葉原でモグラというクラブをオープンさせましたそこでは Ustream を使って全世界に日本初の、うん、アニソンやアニーソンリミックスインターネットミュージック J p o p などなどを発信していましたそういった活動が海外に認知、えー、評価され モグラ周辺で活躍しているトラックメーカーや DJ がアニメエキスポに呼ばれるようになっていきましたさらには最近のアニメ業界もクラブカルチャーにアジャストしに行こうとしており D4DJ という美少女 ×DJ のような作品が生まれたりアニメ主題歌やキャラソンに EDM ディスコチューンディスコチューンな 曲も増えてきました。そして近年アイドルやアイドル声優オタクの間にはそれぞれのアイドルや声優よりも自分自身にとって好みの曲を書いてくれる作編曲家を応援する楽曲派という言葉も生ままれてきました。つまり現在日本ではアニソンアニソンリミックスインターネットミュージック系のトラックメーカーや DJ が日本から海外進出するアーティストとして成長分野じゃないかなと考えています。 といっても、音楽やサブカルチャーも日本同様に欧米でも細分化されていると思うので、B メタのような数が取れる分野ではなく、海外のニーズのところにコミットしていく形で、日本のアーティストが関わっていくような感じですかね。こちらもぜひ、国尾さんから視点の DJ やクラブミュージック軸、トラックメーカーのアーティスト化などをお聞かせいただけたら幸いです。長文となってしまい申し訳ありません。いえいえ、あざっす。 答えますでこれは1からお答えすればいいってことだと思います。でいきますね。これモーニングが出たニューヨークのねアニソン。あれねコミコンっていう,う大きなねあのイベント。要は日本で言うと何だろう国際展示場的なところをさ全部借りて。 そこで物販みたいなコミケと似たようなことをやって別会場でコンサートやるんですよ。だけどそこの仕切りの中で統括されているっていう雰囲気だと思ってくれればいいと思います。大きく違わないです。で、この中でこれはね、えっ、ー、と、憶測に近くなるんだけど僕コミコンのオーガナイズ知り合いなのよ。で <laughs> で、そこからの、あの、情報というところで、きく、聞けばいいんだけど、売り込みがないと、向こうからは声かけてしないはずよ。なんでかというと、向こうのオーガナイザー、そんなに日本の、あの、ジェポップとかアニソンに精通してないの。のだから、売り込みがあったもので、条件が合致したり。お金的な部分で何かしらがあってないと、やらないはず。なので、僕は、これはバーターだと思ってて、えー、いわゆる。 出演者ご存知4人いたんだけどその中のもうこういう方にしてはさせて女性のボーカリスト1人いらっしゃったと思うオタクカルチャーの代表の方でこ,この人があの、ね、これ何でか言えないとちょっと近いところでやってるからこ,この表現にさせてあの人がバーターで持っていったって考えるのが一番正解だから娘単体だったらいけない。 そう,思うでメキシコ公演が決まってたじゃないで後出しでニューヨーク決まってたからあの時期にアメリカでどっかでやりたかったんだと思うんですよでそこで探していてたまたまそこともう言い,言いそうになっちゃうショーまで行っちゃった <laughs> 言ってなかったそういうことなんだよ、うん、そことちょ当時ちょうど振り返ってみれば分かりますよモーニングと接触があったからでそういうそれで実現したっていうことが ほほぼほぼ8割9割の正解だと思いますでこの前年の同行もこれも歴史たどっていけばあのタッチしてる人間っていうのはすごく限られてるんで答えてますこの回答で1はよろしいでしょうかでは2位いきましょうえっ、ー、とねこれはボカロ結局答えなきゃいけないところっていうのはあ趣味の細分かクラブカルチャーでいいか ね、VTuber 含むアニソンカルチャーであったりクラブカルチャーっていうのがあ日本のアニソンの歴史的背景ねうんざっくりでいこうこれ読みを軸を過去と現在と未来にしましょう現在といっても今のここ3ヶ月は外さないといけないけどねで過去で言ったら、あのーま、メディアをうまく使えたっていうところだからこれモグラとか当たってると思うんですよ 僕はもう彼らが立ち上げる時代から知人であったから深いいい付き合はないよだからよく知ってるんですけどその時間軸っていうふうに考えたらあの時にインターネットを使って発信したというのは賢かったと思いますね。 でも僕らの場合は比較的クラブの、あのー、黎明期ぐらいなところ日本のカルチャーとかあのアイドルソングとかを作るところで黎明期から現場のの方ががすごく大変だったのでこっったたでこちに踏み込める余裕がなかったで現場を作っていくの当時どんな感じだったかっていうとアニソンとかでももうやれるのは僕らが j p o p のクラブイベントを扉開けてってそこで信頼関係築けたところでのみでしかまだできなかったはずなのよ。 だからそこで箱作っちゃうってアイディアは手だったんだけどプラスでインターネットを絡めたというのが先行したたよよううな雰囲気作れたと思うんですよねだからここがまず過去としてはリードできたところでそこの発信というのも全然分母が少なかったからキャッチしやすいんで世界中に飛ばしやすすかったったてことだとだ思います僕とかの昔で例えれば僕は現場をそこで作りたくて外国にも先に行ったんで実はその情報が一番情報量を持ってる人間になれたっていうことね。 まあそこの違いがあるんだけども僕から見てると過去というのはそこがスタートでその後っていうのはその先行者の利益というんですかそこを取れたんじゃないのかななんて思ってます。で近々の現在で言ったらもう全然細分化されているんで、えー、特需はもう終わってるの。だけども個性というところでは分母が大きくなってるのは今も続くんですよインターネットを使ってさえいればこうやって僕が YouTube でこうやって発信していることも同じなんだけど。 分母はどんどんん拡大していくでその中でどこを取っていくかっていったらもうマスを取りに行ったら負けな時代だと思いますねなのでカルト趣味でもコアな部分だけどそこに絶対的な強さを何か持ってる人っていうことですかそれが VTuber 的な動きなのかどうかっていうのはまだ2020年基軸ではここは誰も踏み込んでないと思うやったら1人勝ちだけど1歩目出す人ってすごく先行投資必要なのさ データも揃ってなななないいしなのでみんなやりたがらないで2番手は超やりたがるから2番手マチな空気僕は感じてますよ。まあ、そんな感じでクラブカルチャーというのはあの残念なんだけどしばらく元には戻らないんでうんここでの音楽っていうところはこのご指摘素晴らしくて VTuber 的なものに何かヒントがあるような気はしますよね。だけどどっかが1番手行かが番いなと 二の矢を出しにくいって感じでもキンキン出ると思いますよ。というのが僕の見方見解ですねで。アニソンっていうのは前おっしゃってたと思うんですけどあの僕は物語の中でアニメの母体がある中での物語のつなぎの方が全然好きなんでサウンドで矢継ぎ早というのはあんまり好きな人は好きでいいけど僕が興味がないっていうふうに考えてくれたらいいかもしれないです。じゃあ2はこんな回答で,で3いきましょうか。 えー、とこれは海外進出していくアーティストの話かな。ね。うーんニーズにコミットしていくってことか。うん <laughs> これ難しいね。うん、だ僕の視点の DJ やクラブミュージックトラックメーカーのアーティストとかあこれねすごく抽象的に感じるところがあるがちょっと僕の解釈で回答するとクラブミュージックって もう俺,俺の中で合ってないもんだね。極論演歌でも踊れる。むちゃくちゃだけど、ね、演歌でもいいのよ。でビートが乗っててわざわざ体を上げさせるように持っていくカルチャーってなんか,なんかもうどっちでもよくて。ボ <laughs> から盆踊りでも良いいわけじゃボい、ね。盆踊りでも手をズンズン鳴ってなくても振り付けあったら踊るってのは日本人やるから。なんかおそこは本当に何でもいいっていうところに。 今目線はあってなのでクラブミュージックっていうところのガンガン点を鳴らすってところの回答はちょっと僕だと不適切な感じがするかもしれないっていうことがまず一つね。であと DJ 的トラックメーカー的っていうところで言ったらこれも細分化されてるんだけど本人が何を僕情景だと思うんですよどんな情景とかどんな心情を訴えるためにトラックメーカーになっているのかクラブミュージックをやるのかってだけだと思うんで。 ここら辺って音楽のジャンルとかその特化した何かをやっていくっていう人たちは常に細分化したニーズがあると思うんですけどあんまり僕今ここに注目してないんですよね。なんかもっと違うことで今まで踊れなかったもので踊るとか知らなかった音楽で踊るとかの方がなんかやってみたいところあとはもうハローが好きだからハローだけかけて踊ったり酒飲んだりするんだったら全然やりたいとかあるけどあとアニソンでも SF とかね SF のアニメソングとてもいいのはまだ宇宙体感っていうの宇宙空間の中で音を聴くっていうところいろんなこれサイエンス入ってくるけどそういうことってチャレンジしてる濃度が少ないんですよでそこっていうのをイメージしながらあのやれる最後の世代我々はもう近未来で宇宙に行けるようになるからその時に鳴る音とかっていうのを地球上でクリエイトしていくなんていうのは超面白い。 <laughs> そこ <laughs> そ,うそういう視点ってことだと思ってくださいなのでもう他の今まであるものの基軸のものはもう他の人がやってくれればよくて僕が新しくやるんだったらそっち興味あるかなっていう感じですありがとうございますいろいろ考えさせられるういいご質問でしたじゃあ続いてまいりましょうえー、っとこれはキえー、あオッケーオッケーキバ敬語退散いつもありがとうございます来ましたね おかえちゃんのことですけど結局ライバルになっちゃいましたね負けずに頑張ってくださいよお早速ですがおかえちゃんの動画見ましたけど本当にぶっちゃけてるのかはどうなんですかね何か3人とか答えてたけどまあ不倫として扱われてたけど不倫だったかどうかはわからんでしょうあのくらいの写真でね最近声優さんの方の写真が出てあとその前は女優の鈴木さんのも写真出てましたよねあのくらいのが出ていればいいんだけど笑いまあないよね白のグラさん の写真が有名になっっっててしまったようだだけどあれだってもしかしたらまた2人だけになった瞬間をバッチリとどこからか待ち構えていたんでしょう他にスタッフさんとかいたかもしれないし多分ですよとにかく謎なところが多すぎる相手の子供たちとテレビに出ている場面でも見たことありますあの場に奥さんらしい人いなかったということはどういうことなのか本当にいつ離婚していたかも一般人にはわからないし 日付がネット記事には出ていたけれどそれも本当の日かどうか疑わしいだってあれ半日週刊誌系ですよ舞ちゃんの時も私から見たら怪しい過去この話は置いときましょう過去年この前暴走の公式 YouTube 見たら半分ぐらいはロケプラスとエンディングテーマをやっていたはずのあの軍団だけはじかれていたからああやっぱりなこことこことってなぜ どこかわかわる番組見ていました何やら揉めたんじゃないかな暴走ロケ見ていたら途中からこの軍団が出てきた瞬間にあやばいと思ったら謎の途中終了でしょうそしたら彼女だけ芸能活動を休止っておかしいでしょう他のタレントさんは普通に活動しているし国尾さんはどういうことか分かっていますか結論あんなことありえないということなんじゃないかなかっこ長いコメはやっぱり面倒だね。 間違いがたくさん見つかるしかっことじあと、国尾さん1時間以上は投げ、笑いでお願いします。私、うーんと、これ、間違ってたらあ,のあれだけど、要約すると、おかいちゃんが不倫じゃねえぞと。で、えー、かなり擁護することだよねあの。週刊誌がでっち上げたことを言ってるんじゃねえかということだね。であとは僕がこの いわゆるネット情景のス,スキャンダルものをどれぐらい分かってるかっていう質問ね。であと1時間長げぞっていうのはこれ多分ベビーメーターとか最初のやつの指摘ね。っていうところの3つをお答えしていきましょう。まずはおかいちゃんの件はこれよく火のないとこに煙たたず論ってあるじゃないですか。でこれ家の個個か2個なんでですよねで数出てきてるから大体火は火も煙もあるんですよ。 だいたいで本人もそれを矢継ぎ場になんとか解消したいから YouTube チャンネルとかでちょっと言っちゃったんだと思うんですよで YouTuber 的ってぶっちゃけ系 YouTuber 多いじゃないですかでそれに便乗しようと頑張ったんだと思うんですよだけどおかえちゃんの場合ってやっぱりちゃんとしたコーディネーターがいないといけないと思うんですね本当にフリーでやらせたらアップフロントの人たちっていうのは結構いい音質で座ってるから急に野生化できないんですよ ここをちゃんと見誤らないでやらななきゃいけないけで桃子軸のちゃんとなんていうんですかお笑い枠で面白枠のアイドル枠ちゃんとハロプロが取っていた桃子枠をもらったはずなんだけどやっぱそこがね桃子ほどの賢さというんですか芸能界を勉強して渡っていくということを賢さと言っています。そこが足りなかったのは事実ですよ ですので何かしらこの,あの週刊誌系だって貸し借りの世界なんでそことの付き合いの中でいい距離感保てなかったいい貸し借りができなかった結果がこの結果です。<laughs> これはほぼほぼこれで正解だと思いますよ。なので他のところが事実がどうだったかは別として報道されてしまうというところはそういうことだというふうに考えた方があの素直な回答だと思います。でまずこれが一つなのでで事実はどっちでも正直 うん、どっちでででももう自分の責任で頑張れってことすで2つ目のところで考えたらこの事件一連は僕はもう想像以外のことは知らないっす。なので何を言わんとしてるのかは結構抽象的じゃなくてダイレクトに言ってくんないとわからないと思ってください。で3つ目の質問「1時間以上は投げは僕これは長いかどうかっていうのを最近悩んでる考えてたりするんですけどそういう方もいるし全然苦になく聞くっていう人もいるし。 で僕答えは YouTube のアナリティクスの進行というところに委ねました僕は長くしていて視聴維持率が上がるか下がるかで言うともう僕も驚いてるけど1時間半近く撮っても視聴維持率下がらないんですよ僕の動画ってすごく感想する人長いんで,でいろんな YouTuber とか見てもアナリティクスだけで言うとすごい率が高い だから今やめるのは YouTube 評価的には下がるんで,でとはいえ長くしたくてやってんじゃないの長くなったら長くなったで OK 短かったら短い内容で OK でどれも OK でどういうのが俺すらわからない俺ですよねどういうのが国をスタイルなのかっていうのをもう少し模索してそれで数字的なもので明らかにあこれはおかしいなってなったら変えていくっていうことにしようかなと思ってますこれだけアナログなな人間なのににちょっとと数字を気にするという まあそういう、なんていうか、フェーズということでご理解ください。ありがとうございました。じゃあ、このトピックは、ねちょっと様々な飛び散り方しましたけど、楽しかったんで、ありがとうございました。次の行きましょう。ハロドリー、コメントクター、コメントクターだって、コメント来た方にお返しします。え、アンドゥスクセブンさん、いつもありがとうございます。ハロドリー、このチャンネルのおかげもあって、興味深く視聴するようになりました。顔と名前は一致するようになったかなタメナながらしおんちゃん、ビジュアル化けましたね。 ちょっとした衝撃を受けました。笑い笑い。いや、いいですね。この逆輸入的なの続くと、ちょっと面白くなりますね。ハロードリーも、もう今まで僕のチャンネルを見てくれてる人ならば言わずものがな。ハロープロのね、研修生たちを追う地上波番組ということで、大注目で見てますけど、まあ、これ、昨日コメント、僕がちゃんと解説したやつへの、書いてくれた方、危ない、書いてくれた方ですね。 めめならねならちょっともう一個書いてくれたからもう一個付け加えますか年長、まあ、17歳に入ってるってところの焦りとか考えもあると思うんだけども西田詩織とかのゾーンあと近々卒業で言ったら宮崎ゆかちゃんなんだけどあざといに入れられるジャンルであざとい系のレベルランクってあると思うんですよ。ゆかかにはなんか最高クラスですよね 栞里んたまあうんここ難しいんだけど西田はちょっとちょっとまだあざといの部分では完全試合できてないんですよ。これ分かります <laughs> で小野田とかもなんつうのかなまだまだねが本当のあざといやつって結構委ねてあなたのおかげで私ができたぐらい放つんですよね。 そこがあるかかどうか今僕ダメなら見てますで結構才能あるなので宮崎ゆかお好きだった人に見つかるとここはストライクゾーンかなり広めに構えてるはずなんで <laughs> あので <laughs> そんな話になっちゃった。なのでここはあのビジュアルだけじゃなくて何が言いたいかというとねビジュアルだけじゃなくてそのあざとゾーンっていうあざとさゾーンっていうのを注目するとよりため流しを楽しめるんじゃないかって話でした。 アアスじゃあ次行きましょう。えー、っと、動画、ね、久々の室田瑞希動画にあげてくれた、これも3月にあげてたやつですね。そこへの回答を返しあ、コメントに回答したいと思っております。いきますね。これは銀勢、銀税銀ゼケッグ七変化さんかな。これいつも読めない、このドイツ語的な。失礼。 えとアンジュルムはいわゆる簡単に言ってしまえば箱押しが多い強いのはかっこある意味急ともそうだったようにかっこじ他の比較されるグループに比べて不遇を経験したグループアンジュルムの場合は言わずものがなかっこスマイレージはいつもこうだかっこじがありオタも反感反感何て読むんだ 反感非域的っていいう言葉ある <laughs> ごめんなさい反感非的に推し一人ではなくグループ全体を盛り上げようという感覚は強く感じるところはあるのではないですかねもともとオタクはかっこ少し意味が違うかもですがカお互いが好きな人種ですからアンダードック効果的なものもあるかとちなみに自分はあ僕の動画の10分46秒にある全員を推してる 娘以外もハロプロ全部ですが過去と字低確率の分類の人間です絵文字ニコニコちょっとポリポリ笑いありがとうございますちょっとごめんねちょっと僕の,あの国語力の低さで1個文字が読めないでもまあ意味は大体分かりますという上で回答していきましょうこのあん愛ね じゃあこれどういうことを僕がこの動画で言ってたかっていうと単押しアンジュルムで単押しっていうのがすごく多いってことじゃなくてアンジュルム愛みたいにこの一人人押してても他の押しとなんか戦わない文化があるんじゃないかみたいなことを言ってたんですよ。それに対してモーニングはみたいなことだったと思うんですけどね。でもまあこれも人それぞれの分野ではあるんだけれども。 うん、僕このスマイル A ジからの不遇動向っていうの物語の作り方は分かるんですよでもモーニングももともとでも最初はそうだったんだけどねだからジェネレーションが変わって、うん、もう今の最近23年を見てる人にはそこは関係ないってことなんですよね僕この坂坂じゃねえや坂井坂井は16ぐらいからあるなっていうのが僕の裸16前の人はモーニングでもうここまでじゃなかった気がするな うん、まあそれが僕の裸ってことですね。あお,たあお互いとかの好きな人種は結構当で僕も研修生を乱して一番うなんていうのかな価値があるなと思ったのはやっぱりその子たちちゃんと見てればしっかりモーニングアンジュジュースなんでもそうですけどあ後に上に行ってアジャストしてくるところのう楽しみ方つかみ方 キャッチの仕方いいろろすよねそのつかみ方キャッチは同じだろうって話 <laughs> っ何が言いたかったかというとあのどういうふうに自分にこう俺はこの距離感で表現したかったのよこう分かってこう来てええー、って抱き方が最後、ね、そ,そこにたどり着いた時の解釈がすごく広がる、うん、これを思ったんでそれそれ以外だったら多分僕は他の人たちとはだいぶ違うんですよね 低確率のの分類方であるんであれば多分同じ気持ちな気がするんですけど保感が違うからダメという発想とかじゃないからその人たちの発想とかも聞きながら空気感っていうのを見ていってそ,そこで変わっちゃうメンバーもいるじゃないですかあの若いうちにその空気感に飲まれちゃうような何人かいるんだけどねもう知ってるかもしれない <laughs> そ,こそこの差を楽しむのも一つの手かななんて思ってます。ね だからこういうことが言える現場っていうのをねもう年内もしかしたら方法難しいからまた戻ってきてくれたら嬉しいなって話で今日は締めでいいんじゃないですかね。ありがとうございました。じゃあまあまあコメント返信動画はこの辺にしますけど最後に、えー、と皆さんに、えー、この一連のところどういうふうに今後進めていきたいかっていうところを説明して終わりましょう。 うーん最近ねコメント非常に多くいただいていて僕も楽しんでいますで時間数であったりそこに対して内容を開示していけっていうことを常にもらってるんですよだけれどもこれ僕答えとして持たなきゃいけないのは声くれてる人全部全部インプットしてて分かってるんだけどそれがどれぐらい僕はさ1,000人超えて Google に認められないといけないわけよ でどれぐらいそのグーグルーが出してきてるこうした方が癒やした方がいいっていう指針に載ってるか載ってないかを判断するタイミングっていうのが1000超えてしばらくあるんですよ。なのでちょっとそこを理解してもらって。で内容のところは僕が時間を使わなきゃいけないもので今結構時間ちゃんと使ってんのよこの YouTube。僕そう100えー、っと102日目になってるのかな今 YouTube チャンネルを始めて。でこの中で137本これが8本目かな。 という動画を出してるんですよでそのデータの中でこう改善しなきゃいけないっていうところをやる上で僕の持ってる時間数使ってる時間数っていうのをこのままキープしていくと危ないんでそこを少しランク下げていきながら内容の充実度を上げていくっていうのを模索するとこれにいかなきゃいけないんだよね,ねでもそれはもう僕に任せておいてだければ僕のチャンネルなんで僕がやっていくようにします。 なので、ご意見は引き続きいただきたいということと、えっ、ー、と、皆さんの考えていることというところで、捉えできることをやっていきます。ってな感じで、クニオチャンネル、今日は水曜日の夜でしたけど、皆さんと一緒にこういう話題を進行できることをありがたく思い続けていきます。チャンネル登録もよろしくね。じゃあ、また。